どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回の曲はいいですよ。パプリカという曲をやります。この曲はですね、2020年東京オリンピックの応援ソングということでございましてですね、米津玄師さんがプロデュースされた、風鈴という、なんか、キッズのグループが歌っているという情報がありまして、やってくださいという声も大変いただいております。簡単バージョンにしたんですけど、ちょっと皆さん今日は事前にちょっと説明をさせていただきたいんですけど、この曲ね、このパプリカという曲、サビになるとですね、キーがトンと上がるんですよ。そこで皆さん、すごく難しくなっちゃうということで、ガズレレ流、ウクレレ練習用、超簡単アレンジバージョンにしてますんで、キーが上がりません。なんですけど、歌聞いてもらったらわかるんですけどね、慣れちゃうと、そんな違和感もなくできると思いますんで、ちょっと原曲とね、それキーが上がる下がるというところでは変わりが出ちゃうんですけど、ウクレレでキーが上がっちゃうともうすごい難しいんで、まあ、ひとまずこれ、ガズレレですから、一番簡単なウクレレ。レッスン動画ということでやらせていただきます。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした超簡単初心者バージョン。その初心者バージョンですら歌メロディーはすごく難しいですよ。歌の歌い回しがもう米津さん独特のあの感じです。あれは私もちょっとね、メロディー覚えるの本当大変でしたけど、自分がものにしちゃうと楽しくなります。はい。後半はかっこいい16ビートバージョン。本当のあの音源の感じを出せるようにやってみます。はい、最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで大好きな曲、2020年のオリンピックの時に自分でウクレレ弾いてこのパプリカ、歌ってみませんか。楽器を弾きながら歌って難しいというイメージあるかもしれないんですけど、ウクレレだったら大丈夫ですよ。助けてくれます、ウクレレ。弦が4本しかないし、ちっちゃいから、いつでもどこでも持ち運べるから。いつも触ってられるからね、どんどん、覚えられるっていうのもあるし、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどんウクレレが弾けるようになります。さあウクレレ始めましょう。ウクレレ始めるのね、 YouTube すごくいいんですよ。なぜかというと、いつでもどこでもスマホでもなんかね、宿題やったらちょっと5分の休憩の時もちょっとこう練習できる。はい。で、お母さんだったらね、ご飯炊ける間にちょっとこう練習できますからね。しかも YouTube だったら無料タダですからね、どんどん始めてください。今ここにリンクありますからね、ここのリンク先の初心者レッスンはここというところに行って、数字の順番通りに動画をウクレレ触りながら見てください。じゃあ行ってらっしゃい、初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、ここクリック。はい、いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた650曲以上のありとあらゆる音楽やウクレレ簡単レッスン動画として上がってます。最新 J-POP、 洋楽、アニメソング、ハワイアンはもちろん夏メロからもう何でもかんでもありますから、はい。先ほどのリンクの先の下の方に行くとですね、それ全部書いてありますんで見てくださいね。さあそれではパプリカやってみましょうか。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー。まかりくれりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでいる、懐かく影が立つ、晴れた空に種を
せーの、ガジャン。はい、パプリカガズレレ流超シンプル簡単アレンジバージョンやってみました。どうです、コードは簡単ですけれども、歌のねタイミングとメロディーが、あのピアノの鍵盤でいうね黒いところがよく出てくるというかですね、やっぱりあの難しいというか、もう米津玄師さんならではの感じなんですけど、あ、先ほども言ったんですけどね、一応断っときますよ、ここにも書いてありますけどね、はい、サビで本来はキーが上がるんですけれども、ガズレレ流簡単アレンジバージョンでやっておりますので、そこをあの最初伝えておきますね。もし原曲通りにやりたいという方はですね、U フレットっていうところに、U フレットってサイトがあるんですね。そこのパプリカのコードを調べていただいて、胃腸っていう胃腸のところでマイナス9ってところでやってサビやると、もうすっごい難しいコードになっちゃいますんで、まあもしチャレンジしたい方はそっちで見てみてください。D からのコードになるんで、まあまあここはちょっと難しいんで、まあひとまずね曲のニュアンスをつかむためには今の簡単バージョンでいけると思いますんで、さあ、いつものことなんですけど、動画のテロップと一緒に演奏してもらう、もちろんそれもあのすごく楽しいことなんですけどね、それをですね書いて、そのノートを見ながら歌う、自分だけで歌うっていうのをちょっとやってみてもらいたいんです。その時頭に入りますんで、その時の参考になりますように私のノートを見ていただきたいと思います。どうぞ。シンプルですよ。はい。あ、ピントがあった。これピントが合うんですよ。すごいですよね。パプリカ。簡単版って書いてあるでしょ。簡単版って。はい、じゃあ一時停止でメモってってください。で、これねいつものことなんですけど、この点がタイミングです。ここね。曲がりくねりっていう歌じゃないですか。この曲がりのこのがのところで C が始まるっていうことです。曲がり、この辺はもしかしてすごくいいガイドになるかもしれません。あとここら辺の波、この線は歌メロなんですけど、まあもうねこれ見ながらこう音程を確認しながらっていうのが私のやり方ですんで、まあしばらく慣れるまではこういうのを有効利用していただいて、はい、じゃあ一時停止ですね。はい、でここが一応サビですね。サビで、ここのサビなんですけど、まあ、今の構成だと、こう、A メロから B メロ行ってサビに終わったら、ここ見てください。1回目は、ここに行くんで、星に行くんですよ。ここが、愛に行くよっていうところですね、ここ。で、ここをやって、ここにサビに戻るって書いてあるんです。で、ここまで行ったら、ここに戻るんですけど、まあ、ちょっとこう、一時停止でメモってくださいね、これ。ここら辺かなり細かいね。はい。で、ここまで来たら、戻るから、戻って、サビに戻って、2回目のサビに来たら、エンディングっていうことでここに来ると、最後のちょっとした、はい、エンディングです。はい、でこれでやってみました。で、じゃあ出てくるコードの解説しましょう。 C A マイナー A7 F D7 G7 E7 E マイナー7ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8。 あ、これすなわちこれあれですね、このほとんどのコードは、これなんです。ガズレレ必須コード。これはですね、ガズレレ、今ご覧になってるガズレレ YouTube で、動画と合わせてセッションしようと思った時に、最初に覚えてもらいたいコード。もうこのガズレレ必須コードって何かといえば、簡単コード8個のコードのグループなんですよ。とにかくこの8個を最優先で覚えてください。これいいきっかけになると思いますね。で、コードっていうのは星の数ほどありまして、全部覚えようと思ったらもうとてもじゃないけど覚えられないんですけど、まあ足がかりとして、最初の入門コードっていうのは3つ。あるんですね。先ほどの初心者レッスンはここというところで教えてくれます。それを軸にした8個のコード。それがこのガズレレ必須コードですから。8個は、まあもう覚えてください。以前、この8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく私が解説している動画があります。わかりやすいどころか、笑っちゃうというか楽しく覚えるんですよ。親戚だとかね、3兄弟だとかって覚えるんですよ。はい、そのやり方ここにリンク貼っておきますので、これ、ガズレレ必須コードはここの動画でマスターしてください。いいですね。はい、じゃあここから。かっこいいバージョンに入っていきたいと思います。かっこいいバージョンはですね、リズムですね。16ビートのチャって書いてあります。16ビートのチャ。これね、こういう感じです。まっかり、ひねり、はしゃい、じゃんじゃん、じゃんじゃかちゃかちゃかですね。C でやると、じゃんじゃかちゃかちゃか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 。こう、淡々とした感じです。かっこいい16ビートのチャっていうのは、じゃんじゃかちゃかちゃ、チャスチャスか、チャカチャカってこう食い込んでるんですけど、これ食い込まない、シンプルな16ビート。じゃんじゃかパカチャカ、じゃんじゃかパカチャカ。口で言うのがいいですからね。じゃんじゃかパカチャカ、じゃんじゃかパ。このパの時ってこう、チャッチャでしょ。パッと言えば、あ、パッじゃなくて、チャッと言えばよかったね。じゃんじゃか、チャカチャカ、じゃんじゃか、チャカチャカ、チャッ。はい。
これもちゃんとレクチャーしております。このリズムの弾き方、ここにリンク貼っとくんですけど、このリンク先はですね、ガズレレホームページの1枚でウクレレでできるリズムのいろいろという特別なページがあります。特別とか言っちゃってね、はい、その中にいろんな弾き方の解説動画があるんですけど、その中から16ビートのチャという動画でマスターしてもらいたいんですけど、いきなり16ビートチャは無理なんで、まず8ビートやってください。8ビートっていうのをチャレンジした後に、それができてから16ビート、これ階段性になって、階段というかね、まあ8ビートが分かってないと16ビートっていうのは弾けないもんですから、ぜひ8ビートからじっくり取り組んでみてください。で、あのこのかっこいいバージョンは16ビートでやるんですけど、8ビートっぽくやっても十分かっこいいと思うので、あのご自身のあの弾ける弾き方で楽しんでやっていただければと思います。でね、あの愛に行くようのこの星パートのところあったじゃないですか。ここのブリッジパートのところはですね、今回かっこいいバージョン2回繰り返そうと思うんですけど、最初にやるところはこのミュートっていう技を使ってみようかなと思いました。ちょっと珍しいね、これ見てください。星パートはミュート、最初1回目に、星パートっていうのはここの愛に行くようのここの星のことなんですけど、ちょっとやってみましょうか。愛に行くよ、息を抜け、ミュートで、ここで見て、ここを手のここでこうちょっと潰して弾くんですよ。そうすると音が伸びないでしょ。ちょっと音量がちょっと抑えられておとなしい感じがします。これここを抑えながら弾かないと、こうだけど抑えていくと、ミュートと言います。こういうの音を止めることをミュート、ミュートってこっちでミュートもいろいろあるんですけど、これねブリッジでミュートするっていうパターンはあんまり今までなかったけど、なんかね、このパプリカの原曲を聴いた時、ここでこうちょいと支えてあげて、こうなんで低い位置がいつもこの辺だったと思うんですけど、ちょっとこっちずれちゃうね、あのここ手首っていうか、このここの部分でね、ちょっとこう押さえながらやってみるとね、結構できるんで、やってみてください。その辺のところぐらいかな。うん。あとは、これといって、こう、バシッと決めもなく、結構こう、ゆったり淡々と、こう、ダンシングビートみたいな感じで、やっぱ16ビートが似合うと思うんで。さあ、それでは早速やってみましょう。パプリカ。かっこいいバージョン。やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。まかり、上に、はしゃいだ道。
パプリカかっこいいバージョンやってみました。あの独特のメロディーがどっかのこう日本的で、なんかやっぱオリンピックの、東京オリンピックのになんかふさわしいなっていうイメージがありますけど、これあのなんていうかな、おおらかな気持ちで歌いたいんですけど、まあ慣れるまでちょっと難しいところもあると思うんですけど、すごい印象的な曲ですね。皆さん一緒にワイワイやりましょう。さあガズレレですが、はい、今年今週来週あたりからバンバン日本中駆け巡っていきますよ。はい、新宿1月17日タワーレコードでインストア、19日大阪、1月20日名古屋、こんな感じでイベント続きます。ご案内これから公開します。よろしくお願いします。ほいどうぞ。ガズレレホームページドーンご覧になってください。ガズレレホームページを見てくれたらいろんな情報が出てますよ。はい、ホームページのリンクはここに貼っておきますからね、見てください、必見。はい、じゃあザザッと駆け足でインフォメーションさせていただきます。まずですね、ガズさん CD 出しております。これです、レッツゴー最高という CD。 これ本に見えるでしょ、でも CD なんですよ。2枚、 CD2 枚組、はい、2枚ついてるでしょ。こっちはレッスン CD、 こっちはちゃんとした作品としての CD。 これが弾けるようになるためにこっちでレッスンしてねっていう風にいろんなからくりがあります。で、これレッツゴー最高というアルバムで出てますんでね。はい、で、これがですね今年のテーマになって、これはですねなんていうのかな、みんなで歌うための曲という感じで、簡単なんでぜひ皆さんこれ手に取って、で、この今の CD の曲全部 YouTube でもうすでに無料公開して、全部音源も公開してるんですけど、それを見て練習ってイベントに来てくださいというのがある。じゃあ CD のこと全部ここにリンク貼っておきます。 CD 関係見てくださいね。で、この CD イベント、レッツゴー最高のイベント、タワーレコード新宿店でインストアガズレレイベントをやります。皆さんウクレレ持って1月17日の19時新宿フラックスタワーレコードで来てくださいね。待ってます。入場無料です。はい、よろしくお願いします。でですね、これを引っ提げてどんどんツアーを回るんですけど、1月19日大阪花博記念ホール、翌日1月20日名古屋スーパードライやります。その時はですね、この見てください、このガズレレ歌のシリーズボリューム1だけど、ボリューム5のこちらの方の先行発売にもなってますからね。そのこのボリューム5は今 Amazon で予約を受付開始してまして、1月23日発売なんですけども、予約の段階で J-POP ラン Amazon でベストセラー1位いただきました。ありがとうございます。皆さん本当に大感謝。ボリューム5もいい曲いっぱい入ってますからね。皆さんもこれは間違いないやつですからね、ゲットしてください。はい、で、イベントの方もバーッと続きます。はい、広島、博多、その後もどんどん続きますからね。皆さんフォローしといてくださいね。よろしくお願いします。あとですね、カズさん他にいろんな本を出してるんですよ。主婦の友社からいい本、リッドミュージックから教則本を出してまして、まあこれみんないい本ですね。ぜひチェックしてください。本などのこともホームページに書いてあるんでぜひ見てくださいね。そして今年の9月1日これ忘れないでね、日比谷の野音でガズレレやりますけど、皆さんステージ立てます。練習してどんどん練習してグループでやってください。詳細近日公開待ってますよ。よろしくお願いします。さあそれでは音楽で楽しい人生どんどんやっていきましょう。で、弾ける人は教えてあげてください。ちょっと教えて、あとガズさんのガズレレ YouTube 見てるんで、それでどん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 ね楽しい仲間が増えますので、ぜひご協力お願いします。そういうわけで音楽で楽しい人生やっちゃいましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ、チャオ。